思わなかった。はい、どうぞ。こちら、よろしくお願いします。はい、じゃあ私もこうかな。それでは定刻になりましたので、これより燕市 PR 大使任命式を始めます。新たに燕市 PR 方言戦隊メテオレンジャーの皆さんです。それでは任命書の交付を行います。任命書、方言戦隊メテオレンジャー様、あなた方を燕市 PR 大使に任命いたします。燕市の魅力を世界へ発信してください。令和6年7月18日、燕市長鈴木です。今までもうすでに燕市の PR、だけではなく、あの方警察の方のですね、いろんな事業とか、道の駅区間のですね、事業とか、さまざまな形で、地域の活性化に取り組んでいただいておりました。まあ、今回結成10周年という節目でもありますので、正式にこの方活動、これまでの実績をですね、評価させていただくとともに、これからさらに燕市のために頑張っていただきたいということで、正式に大使として、お願いすることになりました。早速この方吉田、まあ、北地区の祭りですかね、ふるさと祭りにから大使として活動していただくということですけれど、いろんな分野でですね、どんどん燕市の PR をしてもらえればなと、そんなふうに思ってます。活躍を期待します。よろしくお願いします。 PR 大使に任命されました。本日は会場に行けなくてごめんなさい。だったあなたちでも大丈夫なんだろうかね。あれ、公認してもらうとさ、メディアのさ、ネタが2つ寝られるのというのちょっと困ってるやね。あ、それで今日会場に俺たちの偽物が行ってますんで、よろしくお願いしますね。偽物ということでよろしくお願いします。市長バイバイ。でも燕市長宛てなので、こちら向きでよろしいですか。いや、いいです。はい。燕市長鈴木勉殿、方言戦隊メテオレンジャーに代わりまして、私マネージャー兼ブラックよりご挨拶を申し上げます。そんなメテオレンジャーが燕市の PR 大使に任命されて、これからどこへ向かうのか、はっきり言ってメテオレンジャーにもまだ分かりません。ただ一つ言えることは、ツバメは飛んでこそツバメであるということ。飛ばないツバメは燕市 PR 隊長のツバルクローだけです。もっと遠くへ、もっと高く、広い世界へ燕市が羽ばたけるよう、メテオレンジャーたちもきっと飛んでくれることでしょう。以上をもちまして、方言戦隊メテオレンジャー代理の挨拶に返させていただきます。あのツインバーのあのマーク、ツバメだそうなんです。はい。はい、じゃあ皆さん、10年かかりました。ただ、本当に任命されると思っていなかったので、あのいつも市長にお会いすると、PR 大使にしてくれって、あのピンクが頼むと、もうあの PR 大使ですよ、立派なとか言ってくださっていたので、市長口で認める公認あの PR 大使のたすきを作っていいかっていうお伺いを立てたら、市長がいっそ公認になりませんかって言ってくださったので、本当に驚いています。レンジャーが一番驚いています。あのレンジャーたちはあの田んぼ跡で田植え稲刈り
させられて、なんとかさせられて、させられてって誰が刺してんだみたいな感じなんですけど、それでも皆さんあの楽しく燕市のあの PR のためにあの頑張って活動してくださいました。10年あの本当にレンジャーが一番驚いてると思います。本当にあの大河津分水があることは知っていましたが、去年100周年ということで、勝手にあのカウントダウン40日からちょっと始めてしまったら、毎日毎日何かをあげるっていうのが本当に大変だったんですけど、そのあげるのに、いろいろ調べました。大河津分水ができるまでとか、そうしたら本当にすごいことなんだ。でこの100年私たちはあの洪水に水害に遭わなかったっていうのが当たり前だと思ってたんですけど、その100年前はそれが当たり前じゃなかったっていうことを初めてこの年で知りまして、であの本当に分水もすごいんですけど、その大河津分水ができたことで産業が栄えたり、そしてあの新幹線の駅があり、高速道路が通っていて、でこれだけ、すごい地域はないな。そしてあの産業界の、 あの大体同級生あの教室で消しゴム投げると社長のせがれに当たるもんですから、その人たちが今もあの2代目と3代目として頑張っているその姿をちょっと誇りに思います。魅力ある燕市をあの発信していく、まずそうですね、住んでる人があの幸せだっていうふうにあの思える、で燕警察の方もいらっしゃいますが、犯罪がなく、その子どもたちがの笑い声があふれるようなそんな地域にして、それがあの世界にこういろんな面で発信できればいいなと思っています。本当ですね、あのいろんなことを私がやってもらったのか自らやったのかっていうのはいろいろと疑義があるところ疑義があるところなんですけど、あの、まさに会社を休んでとかですね、いう形であのボランティア精神でこの地域のためにですね取り組んでくださったということに対しては本当に頭がまず下がるという思いでございます。そしてあのやはりあのすごく個性的な方々で、まさに方言でですね、この地域の方言、今もあの NHK の朝ドラで方言が飛び交ってますけれど、方言でですねこう笑いを取りながらこの地域のいろんなことをですねアピールしてくださっているっていうのは本当にあの稀有な存在だと思いますので、ぜひこれからもね、貴重な存在として活躍してもらいたいなと思ってます。普段のいろんなあのこちらからお願いするよりも自分たちで企画してですねやってくださる、そこがこの船体の素晴らしいところだと思いますので、次はどんなことをやってくれるか逆に期待感でいっぱいでございます。はい、いやそれこそあの暑いんで、あの何あの皆さんと触れ合って終わりにしようか今年みたいな感じでいたら、あの、ね、歌って踊ってっていうのを言ったので、あ書いて今日の候補ののに歌って踊ってって書いてあったので、いや歌って踊らんばダメだよっていう当日皆さん最近働き方改革だとか言いながら、あの練習一つしないで、あの当日振り付けが間違っててごめんなさいで何でも許してもらえるレンジャーなので、それで、そんな感じでやってたんですが、ゆるくあの今までちょっと頑張りすぎた面もありまして、コロナ禍でちょっと休んだらなかなか腰が上がらず、だからもう働き方改革とか言ってそれにあのなすりつけてですね、あの緩く活動して、でもこれからちょっと新しいこと、あのコロナ禍明けて高齢者免許返納これを引っ提げてあの出てきたんですけど、今度公認されたということで何かまた新しいことをこれから考えていきたいと思います。はい、ヘルメットかぶろうとかいいんじゃないですか。ああ、そうですね。ヘルメットかぶろう。ヘルメットかぶろう。うんうん。じゃあ、あの、なんか、メテオの顔が書いてあるみたいな。冗談です。勝手に作ったんですよ。下町。世の随分。あの、市役所の皆さんが。これが、我々はこちらが、下町のセットで。燕品質、佃品質だったんですけど、
もう一つ勝手に、はい、ツバメ遺跡北町そろっと北町そろっと、マスクにしたらもう息ができない、途中倒れるんじゃないかと思って。